福島市の道の駅福島で今日配られたのは、周辺で収穫されたリンゴの富士です。この取り組みは交通量が増える年末年始を前に交通安全を呼びかけるもので、富士の語呂に合わせて無事に帰宅する願いが込められています。県警によりますと、今年県内で発生した交通事故は昨日現在2500件余りと、去年より270件減少していますが、警察では年末年始の交通事故に注意を呼びかけています。